体とディフェンスがセットする前にダイレクトする前に決めることが残り27分1秒。ジョン篠山対斉藤ちょっとスリーでこれスリーポイントプラス1で一歩下がるような漏れ方、これですね。中東のファウルになりました。4点プレーのチャンスを得ました。マシュー・ライトとルーク・ウェイのミスマッチ、ちょっと立ちどころないが長谷川に通した。長谷川のスリーポイントシュート、これは中東に指示を出しながらボールについてチーム引き取りに来ようとする坂本は5番にしてルーク・ウェイショットブロック10秒3。ただその前にはチームの今すぐステップ全でしょない状態ですよね。名古屋はこのルーク・ウェイ選手が身長でミスマッチあるんですけれども、それを意識しすぎてるというあまりポジションに行くスペース、長谷川のインバウンド、小針がフラッシュしていきます。ディフェンススイッチ、それでもミスタッチスイッチ、すごいシュート決めた。石崎さん、小針が躍動してますね。素晴らしいですね。この難しいシュートも決めていくし、決めて落ちてるタイムアウトにいけるかどうか川崎、ただこのミスタッチ、小針、ちょっとフェイクを入れて小針。最後のこれですかね。こうパンフェイクで、これもチータム選手なので、さあ、篠山、佐藤のディフェンス。